画面の前の皆様、こんにちは。村人Qでございます。本日はデッドバイデイライト生存者側のなんか今変なのいなかったか、気のせいか、サバイバー側の実況していきたいと思います。さて、怖いよ、助けてよ。なあ、どこだ。あ、やばい。ちょっとしたパニックでしたわ。なんか聞こえるなと思ったら、早くないか、接敵がすごい早かったな。山岡邸のゴスペか、やだね。あれ、一人いないな。あれ、三人スターぞ。一人二人、あ、三人いた。別れたのか。一人が二人になった。で、今回はですね、このもうちょっとやばそうなんですが、この下のパーク、内なる力というね、ナンシーのパーク、トーテムを壊しロッカーに入れば回復するっていう、回復をしていただきまいか。あ、餌、これが餌です。よいしょって。で、まあ今回その他のパークはね、ロッカーに入りやすくするためのクイックアンドクワイエット、で、まあクイックアンドクワイエットと相性のいいしなやか、これエースに直してもらいたいんだけどな。で、まあ周りの状況が見れるように絆と、気づかれてはおるまい。さあ、というわけで新鮮な姿になって登場でございます。私、ニャッカールソンでございます。デッドハードを空振りじゃないわ。おお、注射器か。あ、こっちまで来てしまったな。よいしょ。うわー、こんなところで見つかりたくねー。よいしょ。これ直して大丈夫なやつ？向こうに固まっちゃいそうだけど、まあ固まってもね、4人いればなんとかなるっていうのは多々あるんで。多分向こうに3台固まる予定なんだよね。救われたね。ここら辺にトーテムないか探しつつ、元いた発電機に戻りましょうか。止まってな、みんな。あ、ミンか。あの人は1回目かな。よいしょ。さあ、さっきのあの人と入れ替わる形で発電機を直していくと。地下か、ゴスペ地下球場。やだな。内なる力は使う回数が限られてるんでね、使える回数が。他の人も持ってたりしたらトーテムの争奪戦になっちゃうからあれなんだけど。エースが切られたか。
この状況で寸止めってあんま意味ないけどね。もう今無事救助されたんで、今つけ切ろう。つけ切って向こうに固める、固めて4人でゴリ押す。なきゃ4人でゴリ押すって感じかな。発電機が心配で向こうに戻るとは思うんですよ。なので救うのは多分そこまで難易度高くな、うわっと読みが全部裏に外れたね。うわ着実に追ってきてんな。いたないか。来ないで。危な。危ねえ。生まれ変わってたぜ。すでにや、すでに私は新しくなっていました。さあ抜けていくぞ。あ、やばい、しくじった。あんなところに発電機あったのか。固まってなかったな。ゲートは反対側と。いやーよかったよかった。あ、解除できなかったね今。大丈夫、早いぞ結構。どいてくれ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 。よいしょ。ふう。というわけでね、なんかもういろいろバチャバチャしたゲームでしたね。ちょっと短かったからもう一本つなごうかな。あ、ブラッドパーティーリボンのおかげでポイントがもらえましたね。うん、じゃあもう一本つなごうと思います。ありがとう。やっべー、いた壊し。よいしょ。いや、めげないな、このトラッパー。
いしょ。待ってくれ、ガクガクする。あ、ここに板ないの。早めに。ここも弱えな。かつてないぐらいに板使ってんだけど、捕まりそう。しんどめちゃくちゃ板使ったぞ。さあそれではやっていきましょう。ゴスペの試合から2試合空いております。トラッパー戦とハントレス戦あったんですが、トラッパー戦は多分ゴスペ戦よりはまともに動けたんですが死んでしまったので、ボツ。ハントレス戦は、相手の切断ですね。さあまずは内なる力を貯めていくと。マイコー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 、見てるね見てるぞてかマイケル久しぶりだな。こんにちは。今ちょっとなんか行司のゲージがさバグってるかなんかで、ででんでんででんでんででんででん、なんか行司のゲージがバグってるというか、それ以外にもなんかいろいろバグってるらしくて。あ、大丈夫だ、観客持ってなかったから、観客持ってなかったから心音は割と響いてるはずだ。多分ね、ためが早いやつじゃないから永続ではないと思う。永続だったらもっと遅い。Jマイヤーズ積んでたの。Jマイヤーズの思い出。ナイス。見つかった。よし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 、1回目の危機を過ごしたぞ。で、私これ結構最初に座れてたからまああれだと思うね。結構座れてたんで、初っ端に。あれだって下手したら岩の後ろでも見られてた、凝視されてた場合あるからね。なかなか出られんな。チャンスか。今がチャンスだね。レベル3になった時は心音がでかくなるんで、まあ、そういう時がチャンス。とかなんか
久しぶりにレベル3の音聞いたけど、あんな音だったっけとは思った。え、2回目ですか。あ、だからこれが凝視ゲージバグで、1回その音楽が鳴って、でもその時はまだ無防備じゃないんで、なんかゲージが減るんだよね。でもう1回なんか貯めないといけないみたいな感じじゃなかった、今現状で。ナンシーが釣られた。つけ切りたいレベル3の間に。信用範囲がでかい間に。あれかな、もしかして。足はついてないね。あ、雲っぽいな動きが。誰かナンシーを救いに行ってあげてくれ。結構吸われたと思うぜ。私もこれ下手したらうちなり力使わない可能性あるね。クモはね、あれなんだよな。マイケルもいいんだけど、やっぱプレイグとかさ、常に一撃ぶちかませる人間じゃないと。プレイグなんて基本的に直さないから、みんな常に一撃みたいなもんじゃないですか。マイケルは時間制限があるんで、アドボン積んでない限りね。あ、アッシュが捕まった。お楽しみって可能性もあるかな。一回も切らずに。ん？あれ？アッシュそこで倒れなかった？気のせい。幻覚？さあ、マイケル、一応ノーアーマー警戒しとくか。おお、なんか、野生の感的なもので。解放。よし、アドレナリン、イヤホー。2つ固まってんだね。あそこにマイコーがいるね。マイコーが、ノーマンだったか。違うね。あ、いたか。治療ゲージが出ないんだ、すまんな。あのネアがさっき壊そうとしてたやつがノーワンかな。壊れてる。こういう時ってさ、ゲートから遠い位置の
あれ壊せばいいのかな、ノーワンを。どっちなんだろう、ノーワンというかトーテム。肉壁に行く勇気はさすがにない。かわいそうに。まあまあまあ、なんかあれだよね、パーク使おうとして1戦目だとあれだったから、2戦目は2戦目つなぎましょうって言った時に2戦目のパークの使いなさ異常よね、私の動画。まあまあ、まあピップも1増えたしよかったんで。ああやっぱ雲だったね、雲とお楽しみだったで。はあはあはあ、なるほど。やっぱ雲だったね。はい、というわけで今回最初のゴスペ戦では、内なる力使って、2戦目では普通に発電機を回す係だったいう感じですね。多分間にそのカットしたゲームで板をゴリゴリに使ってトラップアートチェイスしてるシーン追加してるかな。うん、あのトラッパーが一番怖かったです、今回のマイケルとかよりも。最初のゴスペよりもね。うん、板倒しまくっても来たからね。まあ、というわけで今回内なる力っていうパーク使っていきました。8秒間で回復できるんでね、ずさんとかだとセルフケア40秒かかるんですが、まあ、8秒で済むんで、まあ、非常に、まあ、制限回数はあるけど非常に回復パークなんじゃないかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。